日曜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 日それは半島の北の国の従事者のことではある。将軍将軍これ脱出将軍の犬将軍犬将軍ですか砂よし家綱どれ綱吉綱吉犬久保と呼ばれる何代をこの後だあれは五代目あれそう俺は何代目であるか綱吉五代目ああじゃあまあそう思ったより遠くなる見ることがないでもそれはそうじゃん五代も後だ三代までやってるああすごいな私も孫を折ったけどどっか行ってしまったなわしが先にそうですねどっか行ったとどっか行ったらしいなそうですな、うん、そういうことおかげさまでその説どうも高野山送り届けてくれたようでかわいそうな高野山でもいじめられたらしいぞ少しその時にはまあ高野山の修行僧たちが反織田派が多かったがいいああま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 あ昔はようやってくれたなお前のおじいさんがようとかなり高野山の方でものけものにされて振動型で病死とかわいそうそんなことを言い出したらという話になりますそんなものはもっと直接的なことがありますあれはお前らの家臣が騒ぐから私は少し圧かけただけだその圧ですと圧もうしたら家臣がバタ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 して本田なんとかとかいっぱいあるだろお前のところ本田なんとかが本田作材も多いんだ本田ですこの一人だけ戦っただけ分かった明らかに強そうだ本田平八郎見た目では作材もの方が立派な対抗しておりますはい、かなんか顔に傷あったやつがあったおお顔三河のものの不安をこういうな三河兵はもうそういうやつばっかりだなそうですね戦い大好きジロダブルがよくさせるなって言ったもんよくさせるもんそうですな7しよう武士の体術あっぱれなにもういいだろういいだろあまり自分で成功率低い低いっつって許してもらおうという保険をかけない方がいいぞであればしかしながらこたび初めていたしたんじゃろ主の体術あっぱれ何回褒めるぞ信長殿の家臣でできるものおりもさあれ名古屋おもてなし部署隊に家臣いましたっけ
おらぬ。寂しいな。村方殿は平星のごとく秀吉殿の年へと陪臣に加藤清正前田慶次郎とします。まあそう申せな、わしは将軍宣慶を受けたがゆえに生きとし生けるあまねく物の不は我が家臣にござる。相手がどう思っとるかな。それあります。それはあります。いくらそうは言えども、決まりはそうだけどもと。まあ、だで、わしが将軍宣言を受けた、時の、前に命を落としたやつは知らない。さようですね。それはまあ、数えることが難しいですね。そうか、そうなると清正と刑事ぐらいだ。そうですか。まさに清正はわしの家臣になりましたからな、後に。清正は随分と立派なもののふになり申した。信長殿が去ってから成長著しいものですな、あのもの。うん、そうだな。まあ秀吉がおるからどうしてもこう見劣りしがちだからな。清正も立派なものは。何をいたしても名を残すほどの男になりました。やはりこの物事の要が分かるんじゃろうな、加藤清正は。やはりこう断りを理解するということは大切ですが、そういったものであればもう何でもできますな。物事の要な、いつも交通の要所に身を置く加藤清正。わしじゃなくてわし、ああ、わしかと思った。信長殿は交通の要所を抑える。抑える。うん、加藤清正は交通の要所に立ちすくむ。それは現世だな。現世で。確かに。そうだね。その癖さえなければ。あいつは本当に邪魔だから。さよ。やはり戦しすぎたなあいつはな。そう。この戦というのはやはりこの交通の要所を抑えるのが有利なんじゃない。この我らの人生でまあ支度をしたり、あとはなんだこう少し我ら移動するときに必ず交通の要所にあいつが座ってるんだな。座ったりなんかあいつの荷物が広がったりしてるんです。そうですね。ダーン。わしにやられて、あ、何を。清正がひどい。なあ、あいつは本当に邪魔だな。そういう意味では交通の要所に必ずいるから、必ずおって、それで必ずおるとあまりにも我らが唱えるがゆえに清正自身も意識はしておる。そうするとわしがこう近づこうとすると清正がさっと動く。おー、これそこに行きたいじゃん。立つ。ああ、分かるわ。分かるわ。上がります。ありますな、そういったこと。どうぞ。だからお前がいるからいけないよ。清正が一番成長したのは籠への乗り方。うまくなりましたな。伝説的だからな。これがこの車なる鉄かごの椅子だとしよう。普通はこうじゃない。清正はよみがえりたての時にもうこれを着て鉄かごに乗ることができなくて、開ける、まずなぜかこっちから入れる。お前その後どうするか。この世界に。そしてこう来た、来たぞ。ここでなぜかこうしてそこからどうするつもりだ。清正
動きですぐ分かる。おばさんの話をしたら、手つかずの椅子をこうやって座れへんのを、なぜかこう、どう入ってきたの、右足出していたら、こう入れていたり、こう入れていたり、いろいろして、結局、裏返しに。裏返しになって。出てこいお前ああ。引きずり出したもんね。何度か信長公と加藤清正が蘇りたての頃は、わしもこの三部将で各所を回ると、うん、それで信長殿が加護に入られて、うん、で加藤清正が乗る時もそういったことがござるんだけども、うまく入らんでこう右足を入れよう。それで難しくは左足を入れようとか、まあ何度か出しておるうちに、加藤清正はやはりこう不器用であるがゆえに手も出すんだよね。手が出る。すぐだってこの信長公が先ほど説明されておったように、ここに座席があり、こう扉があると、なぜかもう右足も左足もうまくいかんと、最初に座席に手を出す。おいおいからそこに手が出るかっていうのは、この別では前のこの前部座席にこう手を乗せこういたしてあるのはまあわかるじゃん。なぜか知らんけども、こう左手で座席のこの裏のとこ、右手でここのつくのを交差したぞ俺が。最後に清正がうまくいったのは、信長公がまあ先ほど説明されたものの少しこの改良版というか、このまずこの右足を入れる、無理だと分かり下げる、それでこういたしてから回転早かったです。いないいないな、その回転。鉄管が、うん、一瞬でさ、お隣の信長殿が、うん、私は、すごい感じですね。さすが、まことにいろいろ、もう七八回いろいろな乗り方見たんだ。直接この回路。あった、お尻から行くやつ。あったね。まあ今日の名古屋能楽堂ではどんな乗り方があるのか、そういったところも出るかもしれない。加藤清正が主軸となって、絆よりの陣は今活躍しとるでな。今終わったところかな。終わりました。そして夕方の夜の陣はこれから6時15分か6時半だ。45分。会場が15分の開演が45分。いや違う、加藤清正が開始って言ってた。それがつまりどうしても開演が出てこんかったらしくて、うん、金納は改めて申したときに開く。6時45分に開く。もしよければ名古屋の料理してみてくれ。では、まあ、一旦向こうに戻るか。それではまた能楽堂でさらばじゃ。ありがとうございます。